はようございます。スリコー TV です。本日のルアーはこちら。これね、サニーブロスのですね、ナックルホックっていうね、黒系のアームなんですけども、これでね、いい魚が取れたよってね、こういった動画です。まずはこちらをご覧ください。これだったらそこ食うんじゃねえの。ナックルホック、超釣れそう。はい、サニーブロスのね、ナックルホッグね、これを泳がしていたらグググッと走りましたよ。イエイ。やーっとね、ワームに変えて釣れました。40ぐらいあるんじゃないかな、これな。ナックルホッグね、ノーシンカーでカバーにね、滑り込ませる、そんな使い方で、いいサイズのパス。イエーイ。はい、そういうわけでね、釣れてきたんですけども、一匹目はね、シンカーをつけてね、ちょっとね、沈める、釣りで使っていたんですけども、2匹目はですね、これをね、ノーシンカーで投げてみました。ね、ちょっと浅いね、もう全部ね、バツが見えちゃってるような浅い水深のところなんで、ノーシンカーで使ったらどうだろう。ね、これ、ビソルトインっていうことで、ちょっとだけ塩が入ってるんでね、で、この針なんかも組み合わせて、いい感じでね、沈んでいくので、これをね、使ってみたところ、魚がね、この日最大の魚だったかな、反応してくれたんで、このね、重い爪のね、なんか、動きと、ね、ちょんちょんちょんってアクションさせてもよく釣れるんですけども、動かさないで、この自発的にこのいろんなパーツがついてるんで、投げてね、置いとくだけでもね、結構ね、魚が反応してくれちゃうっていうね、この前にね、トップウォーターでね、結構ね、魚ね、もういじめ抜いてというか、まあ、3、4匹釣って、もう反応しないだろう。ね。もう魚もルアー、もうええわってなってるだろう。ね、どうしよう、何、ワームで最後、帰り、ちょっと釣れないかなーなんて思ってね、試したところ、ずーっと見えてはいたんだけども、なかなか反応してくれないね、魚がもう結構簡単に反応してくれたんで、おこれなんかちょっと魔力があるなっていうね、そんな風に感じた次第でございます。まあこういう感じで、ツートンカラーになっていてね、裏がチャートカラーで、このなんだろう、表というかね、背中の方がこういうね、グリーン系のね、ウォーターメロン系のカラー、こんなねツートンカラーなんですけど、このカラーね、ほんと牛久沼でもクリアウォーターでもね、まあ、どこでもよく効くなっていうことでね、よくね使ってるんですけども、ナックルホッグね、なかなか釣り具屋さんに売ってないんでね、これね、追加でこれとオレンジのツートンカラーとね、欲しいのがあるんですけどね、
なんかね売ってないんでね、追加で購入したいんだけど買えないんですよね。まあなんかあの釣り具屋さんで見かけたらこれほんとねよく釣れるルアーなんでチェックしてみてください。はい、というわけでね本日の釣り子 TV はねこちら、サニーブロスのですねこれナックルホックですね、これでね、いいバスが釣れてこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。